自衛隊はアジアで緊張を作るな。この端っこの方に出てきてるんですけれども、私たちと彼らの間に鉄の柵があります。なんでここなの？そうしよう、そうしようじゃないですか。ちゃんとした申し入れなんだから。そうしようよ。受け取る義務があるし。いやいや、いやいや、中で敷地に入るのやめてくださいね。出さない。ですね、私も辺野古実行委員会、辺野古に基地を作らせる実行委員会のメンバーなんですが、辺野古実としてはですね、もうここ何年も第一月曜日にですね、法務省前に集まって申し入れ行動しています。2年ぐらい前、毎週のようにやってましたが、その時はですね、必ずその正門前で、担当の職員が来てですね、さまざまな団体グループが申し入れ書を手渡ししていると。それが僕は当たり前になってるわけですね。当たり前、男子も来ますけれども、男子も、第一月曜日に法務省前に来ますが、おそらくそうなるだろうと思うんだけども、今日は何でしょうか、これ。なんでこんなとこで。せめてみんなに見える場所に来なさい。つまり正面、門じゃ、門、とにかくここの正面だったらみんなに見えるんだから。3人の代表だったら通すと。ってなこと言ってます。とんでもない話じゃないですか。なんで3人なんですか。デモできたんだな。みんながいろんな団体、グループ、個人が、それぞれの門を持って申し入れをしてきてるのに、なんで3人になっちゃうんですか。正々堂々と出てこーい。正々堂々と出てこーい。今皆さんがやってるのは暴力です。防衛省の皆さん、北側と日本政府と米国にヘリバット建設をやめさせなさい。沖縄県東村高江での米軍ヘリパッド建設工事の中止とヘリパッド建設計画の撤回を求める申し入れ。沖縄の基地負担の軽減と普天間基地の辺野古への移設の中止、そして最低でも県外移設が公約だったはずです。ところが現状はどうでしょうか。どちらに届くんですか、これは。どこに届けるんですか、担当の。担当、防衛省の方、担当に伝えますという回答を言いました。担当はどこの担当ですか。どちら、どの担当ですか。どちらの担当に伝えるんですか。関係担当。関係担当です。関係担当。関係の担当。関係どういう、なんていうんですか。じゃあ、いろいろあると思うんで。はい、いろいろ。ですね、全国から続々と今日の申し入れ分寄せられてきております。私は高江のヘリパッド建設並びに辺野古へのヘリ基地建設に反対します。遠くにいる誰かを傷つける、もしくは殺すための米軍基地に反対だからです。また現地住民に押し付ける日常での騒音被害や賛否を分かれさせ、住民分断へ追いやるような基地にも反対だからです。危険を抑止するための力としての米軍基地は、軍縮することでこそ本当の平和が訪れると信じています。本当に大切なのは基地なのか、自然なのか。陰で誰かが何かが日々傷ついているなら、そんなものに光が映せるとは思いません。これは防衛省への抗議メッセージですが、防衛省が悪いとか
政治家が悪いとかそういう話だとは思っていません。国民一人一人の日々の暮らし方が問われているのだと思います。そのために私は米軍基地に反対し、ほんの少しだけつつましくなる暮らしへの変化を提案します。2011年7月1日辺野古に基地はいらない。辺野古に基地はいらない。高いにヘリパッドはいらない。高いにヘリパッドはいらない。防衛省沖縄を差別するな。防衛省沖縄を差別するな。いやもう今年、てか去年の12月に、急に工事再開されて、で今年の2月がすごいもう毎日こう防衛局とか作業員が100人以上来て、でもすごい攻防戦をやってて、でも高江の人たち本当に疲れ切ってるし、すごくやっぱり辛い思いをしてるんですね。でそれがまた7月にまた再開されるっていうのは本当に一番やっぱり高江の人たちが本当に辛いことだと思うんで、ぜひ本当にやめてほしいんですけど、はい、でも、なんか銃器搬入の準備もしているみたいだから防衛局は、またそういうふうに作業員とか来るかもしれないんで、それはなるべく、行ける人は現地に駆けつけたり、行けない人もそれなりになんかもう電話かけたりとか、自分のできるやり方考えてなんとか抗議したいと思います。私も東京にいて、すぐ高いに駆けつけることは難しいんですけど、東京でできることないか考えて高いの人たちを応援したいと思います。はい、あれはやっぱり沖縄の問題でさ、原発と同じでさ、やはり、そういうところが、そういうところって沖縄とか福島とかそういうところが犠牲になっているということ、それがやっぱり共通した問題で、そういう意味で意義があるという、ということです。はい、だから結局なんか東京の人の生活を守るために、沖縄に基地があるとか、東京の人の電気を作るために福島に原発があると、だから両方とも全部これ重なっている問題なので、だから本当はだから、今回のデモでも福島の原発のことを、訴える人もいましたけど、もっとね、いろんな反原発のデモでも、沖縄もそうだし、僕は北海道なんですけど、北海道のアイヌの問題とか、どんどんね、そういう地方の問題につなげて、地方と東京の問題にどんどんつなげていって、いろんなデモでいろんなことを全部つなげて言っていくっていう方がすごいいいんじゃないかなって思います。